日和田山より望む、金着殿群生する、悲願花金着殿は、埼玉県日高市の西部、高麗本郷を流れる駒川に囲まれたところにある、金着のような形をした平地である。地元では、川原田と呼ばれている。8世紀にこの付近に移り住んだ高栗からの、トライ人が、大きく湾曲した駒川を利用してこの地を開墾して、田を作り、稲作を伝えたと言われている。 昔は文字通り水田が広がり、その面積は約17ヘクタールに及んでいた。昭和40年代に当時の日高町が近着田を取得し、昭和50年代、60年代頃に草やぶの草刈りをしたところ、大規模な悲願花の群生が見られるようになり、報道が始まったことで有名スポットとなった。河川の蛇行や氾濫により上流部から土砂とともに、 球根が流れ着いたものと考えられている。1996年には日本一の木製トラス橋、アイアイ橋が完成した。グラウンドや駐車場など観光地として設備されるようになった。河原では季節を問わずキャンプを楽しむ人が多く見られる。特に夏場は、こう描く川の内側は流れが緩やかであるためか、小さな子供連れの家族で賑わっている。 毎年9月から10月にかけて駒川沿いの河川敷にある5.5ヘクタールの群生地に彼岸花が見ごろになる。日本一の彼岸花群生地であり、祭り等も開催されたくさんの観光客で賑わう。近年ごとに西武鉄道の宣伝などによりさらに観光客が増える傾向にある。また彼岸花以外にも春には桜や菜の花が見ごろを迎える。夏になるとアジサイやハスが 秋には、コスモスも見ることができる。また、カワセミやムササビなど、様々な種類の野鳥や小動物を観察することも、できる。このため、金着殿を含む高麗号一帯は、埼玉県や東京都にある、西部線沿線などの学校から、遠足の行き先として選ばれることも多い。日高市はこれを、観光振興に生かすため、2017年4月8日に、遠足の聖地を宣言した。 金着殿の万寿斜下は2000年5月5日には埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選に選出された金着殿万寿斜下公園として2005年から悲願ナの開花期間中は整備費用に充てるため入場料を徴収している2017年9月20日に天皇皇后が在位中8度目の主的旅行として訪れた直前には 高来神社を参拝し、小牧住宅を視察している。翌日は、深谷市の渋沢栄一記念館などを訪問している。近着前管理事務所悲願花のシーズンには、周辺道路が渋滞するので、注意が必要である。また、同シーズンには、西武鉄道が、特急列車の臨時停車や臨時列車を運行することもある。また、悲願花のヘッドマークをあしらった列車も運行する。 公共交通道路悲願花のシーズンは、近着殿内に臨時駐車場が整備される。高麗神社近着殿は、県立奥武蔵自然公園に位置し、周辺には高麗神社をはじめとした名所が点在する。ありがとうございます。